ボニー・タイラーは、ウェールズの女性歌手。本名は、ゲーナー・ホップ・キンス。個性的なハスキーボイスで知られ、主なヒット曲に、愛は悲しくて、愛の陰り、ヒーローなどがある。ボニー・タイラー。2006年5月撮影労働者層の6人兄弟の家庭に育つ。父は、鉱山労働者で、子供たちは、オペラ好きの母から、音楽の影響を受ける。ジャニス・ジョプリンや、 ティナ・ターナーに感化され、10代の頃に、ボビー・ウェインザ・ディクシースというグループで歌い、その後イマジネーションというバンドを結成する。約10年間、ボニー・タイラーとは別の名前で、サウス・ウェールズ各地のパブやナイトクラブで活動する。1975年に、最初のシングル、マイ・マイ・ハニカムを、RCA レコードから発表するが、チャートに上ることはなかった。2枚目のシングル、 パリに消えた恋は風変わりな曲で、髪の上では無意味な言葉が歌の中では外見上はどれぐらい豊かな意味を持つことができるか実証しようとしていた。この曲では彼女のパワフルな歌声の可能性が発揮され、英国のポップチャートのトップ10に入った。パリに消えた恋がヒットしたタイラーは1977年に最初のアルバムザワールドスターツ・トゥナイトを出す。 売り上げはそこそこでしかなかったが、彼女はヨーロッパ中でツアーを行うには十分だったと語っている。このアルバムのリリースに先立って、タイラーは生体にできたポリープを切除する手術を受けたのだが、医者に止められていたにもかかわらず、感知する前に声を出してしまったために、彼女の歌声はかすれてしまう。これで歌手としての経歴は終わると、最初は思っていたが、 1978年の次のシングル、愛は悲しくてで、スターとなる。この曲は6カ国で1位となり、UK では最高4位、US ポップチャートでは3位、US カントリーチャートでは10位になった。1982年に CBS レコードへ移籍する。アルバム、スピードオブナイトは大ヒットし、ジムスタインマン作のシングル、愛の陰りは4週連続1位を記録した。 スピードオブナイトは UK アルバムチャートで初登場1位となり、これは女性アーティストとしては初の達成でギネスブックに認定されている。1983年度のグラミー賞では最優秀女性ポップボーカルパフォーマンスに愛の陰りがノミネートされ、アルバムもグラミー賞最優秀女性ロックボーカルパフォーマンスにノミネートされた。翌1984年には ヒアシーカムズでグラミー賞最優秀女性ロックボーカリストにノミネートされる。この曲は映画メトロポリスを1984年に再編集したサウンドトラックからの一曲である。同じく1984年の映画フットルースのサウンドトラックからのシングルヒーローは US ホット100の34位に入る。US トップマイナス40に入るのは3度目だが、 これが最後である。ヒーローは映画、ショートサーキットニアゲーム、セインツロー、ザサードにも使用されている。続けてアルバム、秘めた思いと、ハイドイア・ハートを発表するが、以前のようなヒットにはならなかった。1991年に、タイラーは、アルバム、ビターブルーをリリースする。このアルバムはノルウェーでは、クワドラプルプラチナ、オーストラリアでは、プラチナ、ドイツ、 スイス、スウェーデン、その他の国々ではゴールドを獲得。続く1992年のアルバム、エンジェルハートでも、ビターブルーと同様にゴールドやプラチナを獲得した。1993年にリリースされたシルエット・イン・レッドで、タイラーはエコ・ショーの最優秀国際女性ボーカリストを受賞する。その後も、彼女のライブは多数のファンを引き寄せ続けたが、若い。 フランス人の歌手カレーン・アントンがデュエットのレコーディングを持ちかけるまでレコーディングは芳しくなかった。そのデュエットは2004年1月に s i d ルマンとしてリリースされフランス、ベルギー、ポーランドで1位を達成し世界中で200万枚の売り上げを記録した。2005年にはバーミンガムで開催されたジャスパー・ケレット、エスロックウィズラフターに参加しビル・ベリーやジャスパー・ケレットや レニー・ヘンリーやボビー・ディバーローやロード・オブ・ザ・ダンスの一団らと共演した。2006年9月にはアメリカのテレビに久々に出演し、セレブリティ・デュエッツでルーシー・ローレスと愛の陰りをデュエットした。2013年にはユーロビジョン・ソング・コンテスト2013にイギリス代表として出場し、ビリーブ・イン・メを歌った。主なアルバムのみ掲載。より詳しくは、 ボニータイラーディスコグラフィを参照。ありがとうございます。